アトのユピテルとアンティオペ。現著のほか翻訳本の多くがこの絵を想定に使用している。全体図、香水ある人殺しの物語はパトリック・ジュース・キントの小説。18世紀のフランスを舞台に超人的な嗅覚を持って生まれたコジジャン・バチスト・グルヌイユの生涯を描いた作品で著者の初の小説作品。1985年の刊行以降、 シュピーゲル紙のベストセラーリストに316週連続で乗り続ける記録を打ち立てたほか、46カ国語に翻訳され、全世界で1500万部を売り上げるベストセラーとなった。1987年度世界幻想文学大賞受賞。2006年にトム・ティクバ監督、弁ョー主演で映画化された。百三十七年七月十八日、ジャンバティスト・グルヌイは、 カワ津の岩、パリ、フェール街の悪臭漂う一角にある魚屋の店先で生まれた。母親は、生まれた赤ん坊を殺そうとしたために英治殺しの罪に、問われて処刑され、孤児となった。彼は洗礼を受けた後、マダムワイヤールの運営する孤児院に預けられた。ここで生活するうち、次第に、クルヌイユの得意な能力が明らかになっていく。彼は、 周囲のあらゆるものの匂いを常人では不可能なほど繊細に嗅ぎ分けることができた。例えば彼は毎日飲んでいるミルクのわずかな風味の変化を感じ取ることができたし、刻々と変化する煙の匂いや土地そのものの空気の匂いを細かく嗅ぎ取ることができた。匂いを元にして暗闇の中でも行動できドアの向こうに何人の人がいるかや、 金の隠し場所などを匂いを通じて当てることすらできた。そして一度嗅いだ匂いを完全に覚えているだけでなく、それらの匂いを組み合わせて、想像の中で様々な匂いを作り出し楽しむことができた。グルヌイルは自分の能力を周りには告げなかったが、周囲からは自然に気味悪がられ、うとんじられており、数年後、教会からの送金が途絶えた直後に川なめし職人の 元に売り飛ばされた。グルヌイユは、川な飯の過酷な作業に耐えて、やがて親方の信頼を得、パリ市内を散策する自由を得てからは、パリ中を歩き回り様々な匂いを覚えて回った。そんなある日、グルヌイユは、セーヌ通りで、これまで嗅いだことのない、またこれまでに嗅いだ、あらゆる匂いの頂点に立つような香りを感じ取る。それはある赤毛の少女が発する香りで、 グルヌイユはこの香りを存分に堪能するために最初の殺人を犯した後花を頼りに人知れず立ち去る。その後ジュゼッペ・バルディーニの香水店に川を届けに行ったのをきっかけにこの香水店に弟子入りを志願する。流行の香水、ナポリの夜を自分の花だけを頼りに調合してみせバルディーニの信頼を得たグルヌイユは 彼から香水作りの様々な作法を教えられながら、魅力的な香水をやつぎ早に作り出していき、左前になっていた、この香水店を、パリ随一の店にまで押し上げる。そして、香水の原料に飽きたらないグルヌイユは、香りを封じ込める、さらなる技術を求めて南方に旅立っていく。しかし人通りの多いパリから一度離れると、たちまちグルヌイユに人間という存在をうとんじる。 気持ちが生まれていく。人々の中で生活することが嫌になったウルヌイは、やがて人気の全くないプロンリューカンタルの山頂にたどり着き、ここでたった一人で生活を始める。花を頼りに植物や小動物などの食料を探し当て、湧き水を利用して乾きを癒し、追日の大半を、洞穴の中で記憶にある様々な匂いを調合して楽しむことに費やした。 そうして誰とも会わずに7年が過ぎたある日、グルヌイユは、得体の知れない霧に襲われる夢を見、これをきっかけに、自分自身に、匂いが全くないということに気がつく。この夢を極度に恐れたグルヌイユは、ホラー穴を後にし、7年ぶりに、人里の中に姿を現す。髪も爪も伸び放題でひどい姿になっていた、グルヌイユは、今まで盗賊によって、 ホラー穴に閉じ込められていたのだと人々に説明し、これによって当地の領主タイヤード、エスピナス公爵に目をつけられる。エスピナスはより地面に近い空気が人体に危害を及ぼすという地震季節の推進者であり、ホラー穴に閉じ込められていたグルヌイユをその説を立証する存在として利用しようとしたのだった。グルヌイユはこの立場を逆に利用し、公爵に頼んで香水の調理場を借りて、 それまでの懸案だった、人間そのものの功のする香水を作り出し、さらには人に好意を抱かせる功や、人をうとんじさせる香水、人に気配を悟られない香水というように、それを嗅いだ者の心を、意のままにするような香水を密かに作り出す。エスピナスの元から抜け出したグルヌイユは、その後、香水の名産地グラースの町にたどり着き、ここで以前殺した赤毛の娘をしのぐ香りを持つ。 娘を発見する。何が何でもこの香りを得たくなった。彼は、彼女が成長して、香りが完全に熟するのを待ちつつ、マダム・アルニュルフィの香水店で香りを抽出する技術を磨く。そうして一年が経ち、やがてグルヌイは、上の娘のための前準備として、若い女性ばかりを狙った連続殺人事件を起こす。この事件で不安を抱いたロールの父アントワーヌ・リシは、 娘をかくまうため、周囲に嘘を告げて、レランス諸島の小島にある堅牢な山東のら、修道院へ向かう。しかしグルヌイユは残された香りを頼りにして、行き先を嗅ぎつけ、旅中の宿に忍び込んで娘を殺してその香りを奪う、ことに成功する。グルヌイユはやがて捕らえられ、町を恐怖に陥れた、超本人として死刑が確定する。そして処刑当日、町中の人間が見守る。 中所形状に現れたグルヌイユは、娘の子を利用して、町の人間すべてを魅了し、確定した判決を覆してしまう。しかし香りに理性を奪われ、教本する人々や、娘を殺した、長本人に愛情を吐ろし始めたリシの姿を見た、グルヌイユは、人間という存在に心底嫌気がさし、かくまわれていたリシの屋敷を抜け出す。グルヌイユは失望し幻滅して、 彼の人生の原点であるパリへ移動し始めた。1767年7月25日にパリに到着したグルヌイユはそのまま共同墓地へと足を運んだ。深夜になるとその近くで焚き火に群がる不老者を見つける。香水の魅力でグルヌイユが天使のように思えた不老者たちであったが、その陶水がたちまち激しい空腹に変わり不老者たちはグルヌイユの体を後形もなく、 食べ尽くした。この小説の主人公であるグルヌイユは、ETA ホフマンの短編小説集、ジェラピオート同人集の中の二人の人物、クレスペルコモン館の同盟の主人公と、スキュデリジョーの金サイクシカルディアックがモデルである。特に後者の作品は、芸術家殺人鬼を描いた恐怖物語であり、ロマン主義的な天才神話と結びついている点でも、香水と類似している。 パトリック・サス・キンド・ダスパルファン・インタープリテーション・フォン・ウェルナー・フリゼン・ウント・マリリーズ・スパンケン・ミュンヘン・オルデンボーグ200・2008・ P51 ありがとうございます。